はい、皆さんこんにちは、ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いします。で、今日なんですけど、とてもリクエストは多かったトピックで、自作プレイアークアウトを作るなら何を入れるっていうご質問をすごいいただいていたので、そちらにお答えしていこうと思います。よろしくお願いします。今回なんですけど、普段であれば多分典型的なプレワークアウトサプリ、市販されているものに対して、いくつか、自分で好きなものを足して使ったりっていうことが、多いとは思うんですけれども、理想ですよね。これが何グラム欲しいとかっていうのを、突き詰めていくと、僕の場合、これが欲しいっていうのを、一つ紹介していこうと思います。それぞれ単体のサプリメントでどのメーカーが特にこうおすすめなのかっていうこともね、少しずつお伝えできればいいとは思います。ただ一つの、一例として紹介するので、必ずしもその栄養素がそのメーカーでなければいけないってことは全然ないです。あくまで一例として聞いていただけたらと思います。それではさ、早速内容に入っていきます。まず一つ目が、これは皆さん当然と言うべきものなんですけど、 BCA です。 BCA を 7g です。ルイシン、ソルイシン、バリンのバランスが211のものと321のものあると思うんですけど、これは完全に自分の好みでいいと思うんですけど、僕は211のものが好きなので、例えばエクステンダーのものとかで 7g 取るようにしてます。 BCA に関しては結構皆さんご存知だと思うので、なぜ取るかっていう理由は今回ちょっと省きたいと思います。で、プレワークアウトを作る上で結構僕は、例えば今回エクステンダーの BCA を使ったら何らかのフレーバーがついてるんで、あとは味がついてないようなサプリメントで飲みやすいように作っていくのがいいのかなとは思います。 BCA の次がカフェイン 150mg です。で、これも、プレワークアウトといえばカフェインという感じではあるんですけれども、 150g って僕がよく使ってる C4 のカフェインの量とほぼ一緒なんですけど、これも結構個人のカフェイン耐性によって違ってくるのかなとは思います。本当にカフェイン耐性が、低い人っていうのはカフェインなくてもいいと思いますし、カフェインを他のもので代用できる、完全に代用できるものはないと思うんですけど、カフェインの部分的な作用を他のサプリメントで代用できるものって結構あるので、そちらを使っていただいてもいいと思います。で、僕は、150g が適量というか、夕方とかにとっても全然寝るまでに消化できるグラム数なので、150mg っていうのを選びました。これは人によって全然グラム数が変わってくるのかなと思います。で、次いきます。で、次が、これが特に、重きを置いているところでありまして、ベータアラニン 2000mg です。で、以前の、僕が出している動画でも結構頻繁にこのベータアラニンについては言っているんですけど、いわゆるその副交感神経に対する交感神経レベルを上げて、の覚醒レベルを高めていくっていうものに比べると、これはどちらかというと、身体的な、皮膚のピリピリ感というか、チクチク感というか、外的な要素で覚醒レベルを上げていくために僕は、好んで使ってます。はい。今日ご紹介する栄養素に関しては、すべて僕の動画で以前上げているので、それぞれの内容を詳しく知りたい方っていうのはそちらを見ていただけたらと思います。なので今日は本当に簡単な解説になります。ベータアラニンは、プリマフォースとかガットスポーツのものがパウダー状で、市販されているので、それが単体取るならいいのかなと思います。で、次が、チロシ 1200mg になります。チロシンに関しては、血管拡張作用ももちろんあるんですけれども、カフェインだとその副交感神経に対してノルアドレナリンだとか、ドーパミンとかっていうレベルを上げるために取ると思うんですけど、このチロシンっていうのはそのアドレナリン系の神経伝達物質の、ダイレクトな原材料になります。はい、なのでこのカフェインとチロシンを併用することによって、この覚醒レベルを上げるっていうことにフォーカスするととても効果的に効果を発揮できるのかなとは思います。チロシンに関してはドクターズベストのものが結構安くておすすめです。で、次なんですけど、クレアチン HCL 2g です。で、これも以前の動画でお伝えしてるんですけど、HCL ハイドロクロライドにした理由っていうのはそもそもの、吸収効率というか取ってから効果が出るまでのスピードが速いっていうところです。クレアチンを取る目的としては皆さんご存知だと思うんですけど、クレアチンはそうですね、特に前半の爆発的な瞬発系の運動、高重量を扱う種目なんかで効果的に生きてくるのかなとは思っています。
クレアチン HCL に関してはケージドマッスルとか、オールマックスニュートリションなんかがいいかなとは思っています。で次がアグマチンです。アグマチンは 750mg になります。でこれは、僕が使ってるガットスポーツのアグマチンがちょうどワンスクープ 750mg なので今回 750mg っていう風にしたんですけれども、これは本当に NOK サプリの典型的なもので唯一僕が取り入れているもの、アルギニンではなくてアグマチンです。アルギニンを結構取る方たくさんいらっしゃると思うんですけど、アルギニンとこのアグマチンって結構こう効果が被っているところがとてもあるので、これはまあどちらかでいいのかなとは思ってます。で僕に関してはアグマチンが気に入ってるので、まあ効果としては血管拡張作用で血流量を上げることによるパンプ作用ですね、これが一番多いのかなと思います。で持続時間もアルギニンと比べると少しというかまあ 1.5 倍ぐらい長いのかなっていう、まあ僕の体感ではあります。次行きましょう。で次が最後なんですけど、シトルリンマレート 5000mg です。でこのシトルリンマレートに関しては、血管拡張作用ももちろんありますし、あとは、交感神経系の刺激ももちろんあるんですけれども、まあ、一番は筋出力を最後まで持続させるっていうところですね。まあ、これは遅筋繊維における ATP 合成っていうのを大体 20-30% ぐらい高める効果があるっていうふうに言われていて、なので爆発的な瞬発力は先ほど言ったクレアチン HCL で、これはトレーニングを長期で見たときに、まあ、長期で見たというかまあ2時間ぐらいのサイクルでトレーニングを見たときに、最初の1時間はもちろん、まあ、サプリとか取らなくても結構元気よくできると思うんですけど、まあ、後半になって1時間半2時間とか経ってくると、まあ、体力がなくなってきて、まあ、もちろんグリコーゲンとかも減ってきてパワーが出づらくなってきたときに、まあ、遅筋繊維ですよね、いわゆるベースの筋力っていうところの ATP 合成を活発にすることによって、エネルギー出力の最低限のレベルっていうのを底上げするっていうイメージで僕はこのシトルリンマレートを取ってます。でこの 5000mg っていうのも僕はまあいろいろ試してみてしっくりくるグラム数だったので、まああくまでまあそうですね、 4000mg から 6000mg までぐらいの間がいいのかなとは思います。でオールマックスニュートリションでこのシトルリンマレート単体のものが売ってるので、まあ単体で取られる方はそういうのを使ってみてもいいのかなと思います。で、まあ、この7つが、まあ、僕が自分でプレワークアウトを自作するなら取り入れたい内容にはなるんですけれども、まあ、1つちょっと、まあ、余裕があれば取りたいというか、まあ、この7個には入ってないんですけど、余裕があったら取りたいなって思うのが1つあって、これはビタミン系なんですけど、マルチビタミンですね。特にビタミン B 群です。特にこう脂質代謝、それから糖質の代謝に働くようなビタミン B を僕は余裕があれば取ってもいいのかなとは思います。あと減量中ならね、カルニチンだとかエピガロカテキン、ガレートなんかも取っても、まあ、自分なら取り入れるかなとは思います。増量中というかまあ特にあんまり減量期とか増量期とか気にせず、ベストなパフォーマンスを出すために自作プレワークアウトを作るならこういうものを取りたいなっていうのをまとめてみました。まあ、今回紹介したそれぞれの栄養素でおすすめなメーカーだとかは概要欄に少し載っけておこうと思いますので、まあ、興味ある方だったり内容量価格とか気になった方はそちらから見ていただけたらと思います。それぞれの内容についてはざっくりした内容になってしまったんですけど、まあ、僕は自分で自作プレワークアウトを作るならこういう内容を取り入れたいなっていうのをお伝えさせていただきました。こういう動画がいいねと思ったり少しの参考になったらグッドボタン、それからチャンネル登録ぜひお願いいたします。インスタグラムやオフィシャルウェブなどのソーシャルメディアもやっております。エンドロール概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。giving you a taxi flabby master backseat turns in so classyI always remember, time round November, never be adverse, but you took the ladder. Sure was to play in the right game, then I was lame, all of the sudden.